春は花見だったり、夏は盆踊りだったり、秋は食欲の秋が私は結構好きなので、果物狩りだったりとか、あと読書の秋っていうこともあって、よく図書館とかで本をいっぱい読んだりとか、こういうのもありますし、冬はこれ日本の文化ではないんですけど、クリスマスも、ね、世界中で行っていたり、あともう年末はお正月があったり、日本ってすごいお祭り好きなんですね。ただお祭り好きなんですけど、結構神秘的な神様、八百万の神様っていうの、日本には神様がいっぱいいて、でその神様を祀るためのお祭りっていうのが日本にはたくさんあります。今回このようにコンテストに参加しているかと思うんですけれども、5年後の自分はどんな自分になっていたいでしょうか。English。日本語で5年後は自分にまず自信を持って確固たる自己を確立して、その自分を使って頑張っている人を出会ったり、そのスポットライトが浴びれないというか、スポットライトを浴びていない頑張っている人たちの思いを人に伝えるような仕事ができるような自分になっていたいなと思います。なのでクリアな自分で、その私が伝えたい人の思いを自分を介してまっすぐ伝えられるような、そういう澄んだような浄化されたような自分になっていたいです。ありがとうございます。エントリーナンバー3番の富松さんに向けて、ぜひめぐみさんお願いできればと思います。本間めぐみさんなんですけれども、レポルトデコのヘッドピースデザイナーをしております。ではめぐみさんお願いします。今の日本ということをテーマに、はい、今の日本について私の思うことは、現在の日本はモダンな文化、現代の文化とトラディショナル、つまり伝統的な文化がすごくいい具合に融合していると思います。で、それがすごく日本のいいところだと思いまして、例えば東京を訪れる外国人の観光者の方ですと、浅草に行くことができる、日光に行くことができる、そして原宿だったり、現代の東京ファッションだったり、そのモダンとトラディショナルの融合というものがなされているのが現代の日本であり、それで国際的なビュー、見方であったり、それをまた歴史から日本人なりの見方という柔軟性、2つの見方ができるのも日本人の特徴だと思っています。ありがとうございます。Thank you very much。エントリーナンバー4番の福島さん、はい、お願いします。ありがとうございます。審査委員の会場のスタッフをしております、フランス出身のハニさん、今審査員してますので、はい、もし優勝したら、どうやって日本の文化をアピールしたいと思いますか。はい、もし私が優勝したら、そうですね、日
では生き物だったりをきれいに着こなして日本らしさを出していきたいと思います。他はその日本らしいところじゃなくても現代の日本らしいところといいますか、今は渋谷とか原宿に来る観光客も結構多いと思いますので、そういったものをご紹介していただこうと思います。ありがとうございます。エントリーナンバー5番のアコ様、アコさんにありがとうございます。では審査員のさくらさんお願いします。
もあったと思うんですけれども、そこでもみんなで助け合って、どのように復興するかっていうのを考えながらどんどん復興していったと思うんですね。なので、日本人の一番大事な心っていうのは助け合う心だし、不屈の精神でいろんなことを乗り越えていく心だ、そこが日本の一番すごいところだと私は思っています。ありがとうございました。じゃあ第2位、遠足ナンバー8番大井さんに向かって春美さんお願いできればと思います。最近外国人の観光客がすごく増えてきまして、でそれで将来に日本はどんなお国になってほしいですか？I am mixed, and not just mixed.
the fact that I know about culture, I know about how people should interact with other people from other culture. I know how to express my feelings to other people from other countries. And I think that's the reason why I should be this year's Peace Tourism Role. Thank you. Thank you very much. For all the audience, please come to the man in a white shirt to choose, you can vote once who you, among all the 10 girls, who you want to choose, the audience vote, who you will be going at for this year. So everybody who are the audience, you can choose one. の皆さんには1人1票ずつ選んでいただいて、それをポピュラー賞として皆さん、1名の方に受賞できればと思いますので、この後紙配らせていただきますので、それに今日来場の皆さんご期待いただければと思います。では本日の皆さんに改めて大きな拍手いただければと思います。 15分後ぐらいに表彰式に移れればと思いますので、1人ずつ写真を撮る時間になるかなと思います。自由に楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。